聖火の大村で初開催の SG オーシャンカップ、これで8大大会の SG 大村開催がコンプリートしました。ボートレース発祥地にまた一つ大きな記録、歴史が刻まれたシリーズ、第29回オーシャンカップ頂上決戦優勝戦です。1号艇は広島の山口剛、才覚と覚悟を持って臨む SG14 年ぶりの制覇へ、勝機の一戦です。2号艇菊池浩平、ドリーム戦で見せた危機的船足状況から見事な躍進。3号艇斉藤仁、父としてその道の大先輩として今大きな背中を見せていきます。4号艇貝原勇気、昨年の SG は6大会優出の大記録、自身 SG 初制覇後14度目のファイナルです。5号艇は椎名豊、一昨年オーシャンカップ SG 初優勝の鍵はここ大村にありました。大村 G2 初制覇から上昇気流に乗っています。6号艇磯部誠、2日目山口から受けた前付け2枚へのお返し宣言で同行注目されましたが、6コースからの進入。 SG 第29回オーシャンカップ優勝戦第12レース、1番2番3番4番5番6番の体形スタートしていきました。揃っています。スタート横一線、さあこれから4号艇の貝原少し仕掛ける、1号艇4号艇競ってくる、5号艇展開に行くかどうか、まくり出し入っている椎名です。1号艇の山口外は4号艇貝原横一線、5番と1番と4番3艇接戦でスリット裏、その後3、その後は6号艇2号艇3号艇です。スタートは前提正常、1番5番のやり合って4号艇展開をつく貝原勇気、最内4号艇の貝原、そして1号艇の山口が2番手、3番手は5号艇の椎名、体形は4番1番5番の体形、2周目の第1弾枠を迎えていきます。先頭4号艇の貝原です。貝原トップに続いて5号艇の椎名が運ぶ、1号艇の山口がところついて上がって、体形は415の体形、後ろ6号艇の磯部、3号艇の斉藤、2号艇の菊池で各艇向こう正面構想です。先頭4号艇の貝原、今2周目第2ターンマーク、後ろ5艇進行して返します。1号艇の山口が2番手に、そして5号艇の椎名が3番手、上位体形は4番1番5番の体形、独走態勢4号艇の貝原、これから最終1幕の旋回です。世間を驚嘆させたグリーンカトップ6号艇でのグランプリ制覇からおよそ10年、貝原勇気が再び SG 頂点に立ちます。2014年平和島グランプリ以来9年7ヶ月ぶり2度目の SG 制覇、そして通算56回目大村での初優勝、オーシャンカップ優勝戦。先頭4号艇の貝原、続いて1号艇山口、5号艇椎名と返してまもなくゴールインです。優勝戦先頭4番貝原ゴールイン、2着1番山口、3着5番椎名、続いて6番磯部、3番斉藤、2番菊池ゴールイン。やりました、貝原選手、ガッツポーズでのゴールとなりました。確定です。1着は4番貝原勇気、2着1番山口剛、3着5番椎名豊で確定です。1マークは攻めて、そして2マーク勝機がありました。貝原選手やりましたね。いやー、もうこれは会心の優勝だと思います。はい、お金を迎え入れられてやりましたね。あのグランプリ優勝以来です。さあ、コメントが聞けますね。 SG 第29回オーシャンカップ見事優勝しました、貝原勇気選手、おめでとうございます。イエイ今の率直なお気持ち、めっちゃ嬉しいっす。めっちゃ嬉しい。もうファンの皆さんの声援届いてました。あ、全然聞こえてないっす。じゃあこれからちょっとね、ミニグランで。そうですね、はい、めっちゃ嬉しいっす。あのグランプリの衝撃的な優勝から、まあ、9年7ヶ月経ちました。そう、時間かかりすぎですね。はい、その間っていうのはどんな思いだったんですか。いや、まあ勝てないなと思ってましたけど、はい、嬉しいです。今年はちょっと不甲斐ない戦いと言われてましたけれども、この優勝改めていかがでしょうか。そうですね、まあ
ちょっと久々なんで普通に嬉しいです、はい、うん、いやたくさんあのファンの方の声援もらっていただきたいと思います、はいはい、見事2度目の SG 制覇ということになりました、はい、まあ、この思いまずは誰に伝えたいというのはありますか。いやもうみんなに伝えたいです、あの、うん、お世話になった人みんなに、はい、はい、では今年これからの戦いも期待しています、はい、では全国のファンの皆様にメッセージお願いいたします。はい、やっと届きました、また頑張ります、おめでとうございます。おめでとうございました。おめでとうございます、貝原選手。もう込み上げてくるものもありました、うん、長くかかりましたけれども待望の2つ目の SG 優勝ということになりました。おめでとうございます。